はい、皆さんこんばんはです。今回ですね、2点に関して言及させていただきたいと思います。1点目に関しては、いわゆる、敵ミサイル拠点などへの攻撃力を持つ反撃能力、敵基地攻撃能力の保有に関して、日本政府が必要最小限と説明した件、そしてもう1点に関しては、国産の、新ミサイルで無人機迎撃へということで2029年に陸自部隊に配備予定の件に関して、言及させていただきます。まず最初に、日本政府が必要最小限、反撃能力保有ということで、説明した件に関してですね、先の、記事を引用させて解説させていただきます。政府は25日、敵ミサイル拠点などへの攻撃力を持つ反撃能力、いわゆる、敵基地の攻撃能力の保有が必要との考え方を自公両党に示しました。反撃能力をめぐって政府が保有の必要性を示すのは初めてということで、理由として現在の弾道ミサイル防衛 BMD で迎撃困難なミサイルや攻撃方法があることを挙げたのに対して自公両党は現状認識を共有したものの保有の必要性については合意に至らなかったということです。これに関してですね、年末にかけて政府が進める国家安全、保障、の、戦略など安保3文書の改定に向けて、自公の、実務者ワーキングチームが25日開いた会合で政府が示したということで、その中でミサイルの、技術の進展で音速の5倍以上で飛ぶ超音速ミサイルや変速の、軌道を描くミサイルなど BMD で迎撃困難な、ミサイルを周辺国が配備、にしている現状を説明して多数のミサイルを、一斉発射する飽和攻撃が迎撃が難しいだからこういうふうに、多数こうやってくるわけだ。それがやっぱり落ちてくる可能性があるわけだから、それに対して、いわゆる相手、領域内にあるミサイル拠点などで攻撃を持つことで対処力や、抑止力の向上が必要とも強調したということです。これに関して、政府側は、能力行使を、武力行使要件に従い必要最小限とすることや、先制攻撃を禁じる国際法に従って、攻撃対象は軍事目標に限るとしたということで、これに関しては同盟国の武力攻撃を受けて集団的自衛権行使が可能となる、存立危機事態でも能力行使は除外しないとも示したということなんです。まず、これに関してですね、私が思うことはですね、政府が、この武力行使に従い必要最小限とすることということなんだけど、これはやっぱり全くもっとおかしいなって感じがします。日本は今のいわゆる憲法9条があって、それによって、自衛隊なども動きにくいのがあるんだけど、なので、ここに関しては憲法9条改正が求められているのもあるんですけど、ここのところで思うのは我々、日本ということで、日本のこの、いわゆる、日本のですね、我々の、国民の生命と財産を、守る必要があるわけですね。それに対して、必要最小限じゃなくて、最大限に、努力をして、戦争を抑止するためにやっていかなければいけない、と思うんです。それに関して最小限というところはいかがなものなのかなっていうのは多くの方が思いじゃないかなって感じはするんだけど、ただこれに関してここ昨今においてロシア、ウクライナ侵攻して、そして北朝鮮でミサイル発射、さらには、中国は軍拡を続けて、台湾有事が起こる可能性が日に日に高まっている。そしてその後、尖閣諸島。これも毎日の虎視眈々と狙われているわけだって、台湾有事からそこから日本有事になる可能性もあるわけだから、当然ここは防衛力を増して我々の日本国民の、生命と財産を守るために、政府はやっていくべきだなっていうのは思うところです。これに関してはやはり、非常にこの国際情勢ということで私も海外、もうすぐ出ますけど、国際情勢ということで非常にここのところですね、新型コロナ禍になってから非常に動いてます。その中でいつ何時どうなるかわからないロシア、ウクライナ侵攻ということでこれが中国が台湾で侵攻する可能性も増してきている中、そうしたことによって第3次世界大戦が起こる可能性も出てきている中しっかりとやっぱり防衛に関しては、考えていかなければならない頃かなって感じはします。結局は迎撃ミサイルで撃ち落としたって結局はそのいろんな、ね、ミサイルがあって進化もしてきているわけであって、その迎撃ミサイルだけじゃ対処できないこともある。そうした場合にそのミサイルのね、こう拡散してくるミサイルが落ちてね、我々に日本に被害が及ぶことが十分予想できるので、当然このね、反撃能力ということで、敵基地、いわゆる攻撃能力に関してはね、しっかりとできるようにやっていくべきじゃないかなってはね、多くの方思いじゃないかなって感じはします。そして、もう1点に関してはですね、国産で新ミサイル無人機迎撃へということで、2029年に陸自の部隊に配備予定ということなんですけど、今、いわゆるイラン製のドローンがロシアを使っていてね、無人機によって、攻撃が行われています。それなどで無人機、ドローンなどの無人機などの攻撃が行われている今後のこの戦争になった場合ね、行われるわけだから、行われる可能性が高いわけですから、もちろん新しいミサイルでそれらの無人機を迎撃するものに関しては、開発してね、それに対して配備するというのは当然のことかなって感じはします。ただ2029年ということで、今2022年、2023年になります。6年後ということで、これはね、結構、先ですね。だからこれに関しては、緊急に開発はされていると思うんだけど、まだ開発はしてない、だけどね、開発をして生産をして、2029年といわれず本当早期の段階で配備していかなければならないのかなと思うところです。本当にこの、1年1年って早いものですから、あっという間に過ぎていき、中国は本当に台湾を侵攻している可能性があり、そしてそこから台湾有事から日本有事になる可能性があるわけだからね、そして北朝鮮が暴発、ロシアだって日本に攻め込んでくる、可能性も否定できないわけですから、これに関しては我々はしっかりと、考えていかなければならないし、政府任せにしていては私はダメだなって思うんです。これは日本人一人一人がね、我々の平和と安全、国防に関してしっかりと考えていく、これが重要じゃないかなっていうのは思うところです。ということで、今回ね、防衛に関わる話ということで、このチャンネル見ている方は、元自衛隊の方も結構いらっしゃるしね、現役の自衛官の方もいらっしゃいます。その中でね、やはりしっかりとこの国を守っていく、ね、ということが非常に重要なのかなっていうのは思うところです。これからもね、実際私自身がまた海外に久々に出ていきますので、そこから現地よりも発信していきますので、ぜひともチャンネル登録いただいてない方はね、チャンネル登録いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。